昭和64年1月7日午前6時33分、天皇陛下が皇居吹上御所で崩御されました。大光天皇は享年87歳でした。皆様と共に深く哀悼の意を表したいと思います。皇太子明仁親王殿下は直ちに皇位を継承され、第125代天皇に即位されました。また美智子妃殿下が皇后陛下になられました。新元号は平成と定められ、波乱に富んだ昭和は幕を閉じ、新時代平成がスタートしました。